こんにちは金ちゃん b b s と申しますえ今回はですね、えー、個人投資家の方たちにですね非常に関心が高いアンディシについてですね、えー、分析を実施していきますあとですね、えー、最後におまけでですね、えー、ビットコインの分析も実施していきます当チャンネルはテクニカル分析に特化して銘柄分析を実施していくチャンネルですこの動画を最後まで見ていただくとテクニカル分析に基づいた値動予測や市場心理 目標株価の尺度を手に入れることができます。また動画で使用しておりますパワーポイントにつきましては携帯でもですね、閲覧できますように PDF に落としまして、えー、概要説明欄のこの位置にですね、えーまあ、リンクを貼っておりますこれにつきましては先着20名様無料でですね、えーまあ、配布をしておりますので必要な方はですね、えー、こちらからダウンロードしていただければと思います。 また、最近ですね、エリオッタドー友の会というですね、まあ、初心者歓迎のオープンチャットですね、解説をしております。こちらの方もですね、概要説明欄の方にリンクが当たりますので、よかったらですね、参加していただければと思います。本動画の構成であります。当初、前回の振り返りと位置づけで、新バイオの分析を振り返った後、アンジェスの分析、ビットコインの予想という流れになります。本動画をご視聴される上での注意事項になります。 ご確認ください。はい、それでは前回の分析の振り返りを実施していきます。まあ、新米用につきましては、2月3日にですね、えー、予想してたんですけども、この800円からですね、えー、900円のまゾ、あ、ーにつきましては、まあ、戻り売り圧力がですね。まあ、結構高いのかなというね。分析をしておりました。なので、えー、rsm もですね。まあ、92%あるということで、えー、まあ、あのー、まあ、ね。1回ね。調整が入ってくるのかなというね。分析をしておりました。 で、調整がね。入る数字につきましては、まあ、660円から750円あたりまでですね、えー、調整が入ってくるのではないのかなというね。イメージを持っておりました。まあ、調整後のですね値、えー、動きのイメージにつきましては、この800円のラインがあね。鍵になってくるのかな？というイメージでありました。もしですね、えー、この800円のラインが。 レジスタンスとして機能した場合ですね。このラインを超えてこれないという状況だった場合につきましては、その場合につきましては、五百五十円のラインまで落ちてくるのではないのかな、というイメージを持っておりました。このイメージの元となる根拠につきましては、この赤丸で囲ったポイントですよね。ここでは八百円のラインですね。超えられなかったので、五百五十円まで落ちてますよね。こういった値動きの根拠があることから、五百五十円まで落ちてくるのかな、というイメージでありました。 反対にですね、800円のラインを超えた場合につきましては、今度はね、左側のイメージですよね。えー、この赤丸で囲ったイメージですよね。なので、1 0 0円のラインまではですね、来るんではないのかなというイメージを持っておりました。で続いてですね、日中足というか、まあ、15分チャートですね、短期の予想なんですけども、まあ、フラッグですね、フラッグのチャートッパターンを形成してたので、まあ、おそらくね、えー、このフラッグを上抜けした場合については9 0あったりですねで、下抜けした場合については765円あたりまで落ちてくるんではないのかなというね。 イメージを持っておりました。で、結局ですね、この分析がどうだったかと言いますと、まあ、一応ですね、えー、今日付けなんですけども、まあ、あの、そうですね、ほぼ当たった、当たってたのかなと。まあ、このね、えっ、ー、と、七百六十円の予想はちょっと外れたんですけども、あの、一応ですね、えっ、ー、と、調整数ね、六百九十六円まで落ちてますので、まあ、六百六十円から七百五十円あたりまで落ちてくるというですね。予想については、ほぼほぼね、合ってたのかなというね、状況であります。そこにつきましては、まあ、皆さんね、ご存知のように。 今百九十五円というです、ねまあ、ストップ高をつけて上げてきているという状況であります新バイオの分析の振り返りについては以上になります続いてアンジェスの分析に入っていきますまずはファンダメンタルズから確認をしていきましょうアンジェスは時価総額千七百三十億円の信用銘柄で特色といたしまして半大教授創業の医療ベンチャー遺伝子医薬品などを開発難病治療薬販売も であります。また不動株につきましては44.8%であります。あとですね、えー、アンデスにつきましてはまああの10日後ですね、えー、2月15日に決算発表がね控えているという特徴がまあ特性があります。ファンダメンタルズの確認については以上になります。続いてテクニカル分析に入ってきます。現在ご覧チャートは2021年2月5日現在の アンジェスの周波数チャートになります。まずは RSI から確認をしていきましょう。RSI は現在59.60%のポイントに位置をしているんですが、RSI の過去の、ね、変遷点を確認していきますと、青いゾのところで50%と20%で、えー、多くする下降トレンド、白いゾのところで,です、ねえー、20%と80%で多くする、まあ、トレンドレスのです、ね、状況になっているんですけども。 ただですね、今の状況はトレンドレスではなさそうな感じなんですけれども、とりあえず RSI 上ではトレンドレスということで今見てるんですけども、お今ね、えー、まあ20%の、ね、80%を往復するということで、このままですね、えー、80%の、ね、ラインまで、ね、来るんではないのかなとね、えー、分析をしております。この後ですね、えー、まあ80%に到達して50%のラインが、まあ、サポートとして意識された場合につきましては、まあ、上昇トレンドにねになっていく可能性もあるのかなと分析をしております。 R の分析にについいてて、は以上になります。続いて信用団に入っていきます。信用段につきましては赤いラインが信用改ざん黄色いラインが信用売り算という表になっているんですが赤いラインの信用改ざんに注目をして過去の水準と比較をしてきますと、まあ、現在のね、えー、水準につきましては、まあ、これを見る限りですね、えー、まあややね、えー、整理されているのかなと分析をしております。 また、いつものようにですね、えー、時価総額ベースでこの信用改ざんが多いのか少ないのかですね評価をしていきますとアンジェスにつきましては時価総額が1730億円そのうちのですね、えー、不動株が、まあ、775億円で改ざんがですね173億円あるんですけれども、まあ、一応ですね、えーっと まあ時価総額ベースで見ると10.0%ということで、ぎりぎりね、多いのかなという状況ですよね。で、不動株ベースで見ると、まあ、22.3%ということで、まあ、ほぼね、ほぼっていうかね、えー、まあ、5分の1がね、えー、まあ信用改ざんという状況ですね。おそらく、あのー、信用買いで買ってって、えー、現物にしたのではないのかなというね、イメージを持っているんですが、まあ、今ね、えー、とりあえず不動株につきましては、ほぼもうね、えー、現物でもたれている銘柄なのかなと分析をしております。 信用団の分析については以上になります。続いて、メインチャートの分析に入ってきます。まずは、左下の判例にありますように、サポートとレジスタンスについて事前に分析した内容を確認していきます。サポートにつきましては、350円、650円、950円、1350円付近に、レジスタンスにつきましては、1650円と2250円付近に存在していると分析をしております。 サポートアンジェスのです、ね、シュアシュチャートを引きで見ていきますと、まあ、気になるというか、まあ、あの今、ね、キーとなっている株価がわ、ね、かるんですけども、まあ、これですね、えー、1350円ですよね、えー、1350円が結構意識されているのかなと分析をしております。なので、まあ、1350円の、ね、このラインを超え,て超えることが、ね、できれば、おそらくですね、えー、この黄色い、ね、トレンドラインまで、ねえー、来るのかなと。 来週ぐらいにですね。この黄色いトレンドラインに到達した場合につきましては、まあ,あのまあ、1670あたりですねえー。ここら辺まで来るんではないのかな？というイメージを持っております。まあ、一応ですね。今から値動きのイメージをですね。アウトプットしていきますと。とまあ,あの1350のねラインを超えてきた場合につきましてはまあ、1670付近いですねえー、この辺りぐらいまで来るのかな？というイメージを持っています。 でその後です、ね、もしま勢いづいてですねトレンドラインですね、この黄色いトレンドラインを超えてきた場合につきましては、そのま,まですね、おそらくま1650円あたりまで届いてくるのかなとイメージを持っています。1650円まで、ね、届いた場合につきましては、おそらくねこのポイントでまもみ合いになってくるのかなと。で揉み合いになった後につきましては、あの、まあ、エネルギー的にはですね、えーまあ 1,080円から1,650円ということで、まあ、570円の、ね、エネルギーがあるのかなということで1,650円に570円を足した、まあ、大体、ねえー、2,220円付近まで、えーね、届いてくるのかなというイメージを持っております。まあ、これはです、ねまあ、実態で捉えた場合の、ね、イメージなんですけどももしね,、えーともしねえー、この950円と、ね、1,650円で捉えてくると、まあ、2,350円あたりもありえるのかなと分析をしております。 まあそれぞれのですね、結節ポイントで下抜けしたりとかね、届かなかった場合につきましては、こういうね、動きですよね。このもみ合いとか、1170円のラインを抜けてなかった場合につきましては、1080円ですよね。で、あと、1650円のね、もみ合いを抜けて、2250円届かなかった場合につきましては、1350円のラインまでね動いてくるのかなというイメージを持っております。アンジェスの3ヶ月の時間軸の分析については、以上になります。続いて、デートレードから。 1> 1週間の時間軸の分析に入ってきますはい時間軸変わりまして現在ご覧のチャートは2021年2年月一応ですねアンデスの15分シャートにつきましてはエリオッタ道が出ておりましてえもしねえ今ご覧の方の中でですねエリオタ道のことがよくわからない方につきましてはこちらにですね一応ねテキストが出ておりますのでこちらの方ですね読んでいただければと思います。 現在ですね、医療機関につきましては、まあ、第1波と第2波が、ね、出ているんですよね。なので、目標値をですね、アウトプットしていきますと、まあ、大体ですね、もし第1波の高値ですね、まあ、1350円のラインをですね、超えてきた場合につきましては、まあ、1425円あたりまで来るんではないのかというイメージを持っていますで。もしね、えー、まあ第3波からもみ合って、第5波が発生した場合につきましては、まあ、1626円付近ですね、このあたりぐらいまで届いてくるんではないのかと分析をしております。 アンデェスの分析については以上になります。続いてビットコインの分析に入っていきます。はい、ビットコインについてはですね、まあ、前回まあ、2月3日の日にですね、えー、この赤枠のラインですね、えー、超えてきているので、えー、380万円のラインまでは実態届くという、ね、予想をしていました。で、えー、今回ですねどうだったかと言いますと一応ですね、えー、380万円のラインまでは実態届いてきて、まさ、あ、らにですね380万円のねラインを超えてきているという状況になります。なので テクニカル的にはですね、今1回で、ね、380万円のところにリテストが入っていますので、おそらくですね、420万円のラインまで届いてくるのではないのかなと分析をしております。動画については以上になります。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。